こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。先日発売されたばかりだと思います、トミカリミテッドヴィンテージネオの、日産 180SX タイプ2になります。でこれ の黒とあと白ね、こちら購入したので紹介したいなと思います。でこれなんですけど、Amazon でね購入したんですけど、いつから注文してたんだろう。書いてた。注文日はね、2021年の4月15日に注文してたみたいです。だから4ヶ月ちょっと待ってね、やっとね、来たということですね。で、発売日はね、ちょっと調べてみると、8月の21日ということで、昨日ですかね、発売されたのは、みたいですね。で、価格が、私はね、2138円で購入しました。で、現在、この白いやつなんですけど、これがね、2227円で発売されてますね。はい。ということで、まあ、今回はね、こちらを紹介したいなと思います。で、まあね、180SX といえば、根強いファンがね、結構多いみたいですね。で、私もこれめちゃくちゃ好きで、当時ね、シルビアの S13 と、これ兄弟車ですよね。S13 選ぶか180選ぶかでね、すっごいね、迷った時期があったんですよ。まあ、結局両方とも買わなかったんですけど。なんぼだったかな、当時でも200万円以上したと思うんですよ、これも。うん。安くても。で、ターボ車しかなかったんですよね、初期の頃って。で、何代目からかな、後期の方になってくると、多分ね、NA の、バージョンもね、発売されたと思います。確か。はい。ということで、まあ、とりあえず、見ていきたいなと思います。じゃあまずはね、この黒い方から見ていきます。で、パッケージはま、こんな感じになってて、で、こうかな。こうで、あとはこうです。で、ちょっと開けます。で、肝心のね、車両の方なんですけど、おっと。はい。まあ、こんな感じで入ってて、じゃあ開けますね。オープン。はい。ということで、じゃあちょっとね、じっくりと、見ていきたいなと思います。で、正面はね、まあ、こんな感じで、いや、もうね、めっちゃかっこいいね。このライトをね、これなんていうんですか、こう上がるやつ。リトーラクタブルヘッドライトっていうんですかね、こう、キュッと上がるやつですよね、これ。これがね、憧れたんですよ。昔スポーツカーって言ったらこれやったじゃないですか。こう上がるやつだったじゃないですか。これめっちゃ憧れましたよね。で、まあこんな感じで、ウィンカーランプって言うんですかね。ここら辺はちゃんと塗装ですか、これ。塗装だね。はい。ここら辺は塗装になってますね。で、日産のマークもちゃんとあります。で、横なんですけど、まあ、こんな感じで。で、ホイールはね、あ、そうそう、これ純正ホイールこうだったっすよね、これ。で、こちらもね、ドアノブとかもね、結構しっかりと再現されてますね。うわー、かっこいいっすね、これ。で、後ろはこう、ちゃんとね、テールランプはクリアパーツ使われてて、ここに 180SX ですよね。で、マフラーは銀色にね、塗装されてて、まあ、こんな感じでちゃんと成形されてます。で、リアスポイラーもちょんと乗っててね、これがまた良かったんですよね。昔のね、リアスポはこんな感じでちっちゃかったんですよね。これはかっこいい。で、この後ろのね、ここもなんとも言えない。わー、でも綺麗だな。いや、トミカリミテッドヴィンテージとかのこのね、ガラスのこの使われてるこのクリアパーツ、これがすごい透明度高くて綺麗ですよね。かっけーな。はい、まあ、こんな感じになってます。で、上はこうですね。で、下はこうなってます。あ、でも結構細かいですよね、この下のこの成形もね。これマフラーですかね、エキゾー、なんていうんですかね、忘れましたけど、ここからマフラーまでこう来てこうね、排気していくという感じなんですかね。結構細かいですよね、これも。はい。で、ギミックとかはリミテッドヴィンテージ多分なかったと思うんですよね。サスとかも、あれ、これでもサスちょっとありそうな。ちょっと動きますね、これ。はい。まあ、こんな感じで、すごいね、すごいかっこいい 180SX になってますね。ちょっともう一回一周してみますね、こう。ぐるっと。はい、まあ、こんな感じでね。いや、めっちゃかっこええね。
本当憧れたんですよね、この180には。はい、まあ、こんな感じで、あとね、あの中のね、運転席もね、しっかりと、はい、まあ、こんな感じでね、まあ、再現されてますよね。では続きまして、じゃあ今度はね、あの白い方を見ていきたいと思います。で、こちらのパッケージ、これは一緒ですね。うん、同じですね、ほぼ一緒なので、まあ、こちらも、じゃあね、こちらもね、中の車両ね、じっくり見ていきたいと思います。で、これもまたね、かっこいいね。はい、ではこちらもね、じっくり見ていきます。で、正面はこんな感じで、まあ、こちらもね、こちらも同じですよね。このウインカーランプっていうんですかね、これは塗装になってて、あー、でも成形はやっぱり細かいですよね。さすがトミカリミテッドヴィンテージネオですね。で、横はまあこんな感じで、あー、これもね、ホイールもいいですよね。横もこんな感じで、あ、黒いラインがね、キュッとね、入ってますね。ここもかっこいい。そして後ろがこんな感じ。テールランプもちゃんとクリアパーツ。で、マフラーもこうなってて。いやははは、かっこいいね。で、こうですよね。ああ、いい。で、上がまあこんな感じになっててね。はい。で、まあ下はこうですかね。まあ同じですね、黒とね。ということで、じゃあ、よいしょ、これをね、並べて、写真の方ね、ちょっと撮りたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらの2021年の8月21日ですかね、に発売された新作のトミカリミテッドヴィンテージネオで、日産 180SX タイプ2、こちらの黒と、白をね、紹介してみました。まあね、あのトミカリミテッドヴィンテージネオにしては結構ね、安いですよね、値段が2000円、そうやね、2200円ぐらいかな、今アマゾンだと。はい、なので、まあね、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。正面はこんな感じで、ずっと斜めしてみるとこうですね。で、横、はい、そして斜めと、で、後ろ、で、こうですかね。かっこいいね、これ。そして、こうですね、斜め後ろ、で、ここ、落ち着いてた。はい、こうで、斜め前、そして、正面と、かっこいい。で、2台に並べてみるとこうかな。かっこいいっすね、これ。